からスタートしましたが、こちらの、手短にお願いしたいんですが、今行われている大会ってどんな大会なんですか？そうですね、今日は AIC2013 という、AVA インターナショナルチャンピオンシップ、これ国際大会なんですね、はいはい、これが今現在日本で行われております。はい、で、詳しくはホームページなどをご覧いただいて、はい、出場クラウンとか大会ルールとかチェックしていただけると幸いです。はい、はい、お願いします。さて、もうすでに試合が開始され、ここでクエイル選手、クイーラー選手ね、はい、クエイラー選手がここで DP 選手を抜いていく。さあ、マックスはフォックスアンティング出ましたね、はい、先ほどのようにポイントマンがといった感じなんですが、そのポイントマンの DP 選手が先に食われている状況、はい、EU 軍、やはりアストリックを倒した EU、一気にそうですね、はい、ここ本当に大事な試合になると思います。さあ、しかしここで BO 選手ですね、 BO 選手がそのクワリア選手を倒してきた。なかなか横持ちがクエルリーですね、クエルリー選手ですね、はい、クエルリー選手。さあ、こちらが 6C 選手、そして BO 選手、そして47選手、エアル選手ですかね、はい、はい、で対する、EU はキンパ、こちらのキンパ選手がスナイパーイケメンな、はい、覗いてますね、キンパ選手、そして、ミスターゴールド選手、はい、そして、X スライス選手、はいはい、そして、サイパーズ選手ですね、サイパーズ選手、はい、なるほど、ここでサイパーズ選手と打ち合いが、おっと47選手が前に出たんですが、ここは抜かれてしまう。しかし、ね、素晴らしい、はい、ビオ選手がキンパー選手スナイパー抜いていったんですが、3人をキルしていく。サイパー選手が素晴らしい。さあ、1本目選手したのは EU 軍、はい、はい、さあここで一気に波に乗りたい EU 軍なんですが、早くもこちらですね、仲間を取っている、はい、ここで決め打ち、そして地下から撃たれてしまい禁止の状況に。さらに部屋ですか、小部屋に貫通で残り9発が、はい、リロで入る。仲間やや多め、おっとここで BO 選手がクエルリ選手ですね、クエルリ選手、はい、クエルリ選手を食っていく。さあ、さらに仲間での打ち合い、ここはあっと地下からグレネード選手のグレネード、ミスターゴール選手が通されてしまう。さあ、ここで5対3とやや人数差ができてしまいましたが、ヘルスがない、台湾側ヘルスがややない状況で、ここで1が一気に詰め込んでいく。ここで四方設置が完了、素晴らしい連携でしたね、はい、今のスモークを対決同時に四方設置と同時にキンパー選手を抜かれてしまう。さあ、残されたサイパーズ選手でしたが、後ろから 6C 選手が倒していき、攻めの立候の形ですね、はい、5人いったまんまで勝ち取ると、はい、はい、素晴らしいです。さあ、ワイン DP 選手がここでワイン側を取りに行く。さあ、その間にここでクエリー選手がワインの裏ですね、そうワインの裏におりますね。これは気づいてないんじゃないですかね、気づいてないですね。さあ、はい、位置取り出したが、ここでグレネード、ミスターゴールド選手がここで AR 選手を抜いていく。さあ、この1人かけたのは大きいですか、どうなんですかね。そうですね、攻め側ここで、あっと DP 選手ここでクリアリング気づいていたんですが、ここはクエルリー選手の方が1枚上手でした。ヘッドショットで抜いていき、さあ一旦引きます。はい、ここフォックスはですね、はい、攻めの人数が減っちゃうと、はい、SR で抜いていくか、もう遠距離で相手を倒していくしかないので、なるほど、本当にここは減った分どう対応していくかですね。はい、瀕死になりつつ1階段側に潜むのは 6C 選手。さあ、ここで2側での打ち合い、おっと、もう1人、双子のもう1人の方、はい、47選手が、はい、加える選手を抜いていき、さあ、まだ分からない、3-on-4、ここはもう1人ずつでもいいから削っていきたいという考えですね、はい、ゆっくりいって、エイム勝負に持ち込むと。はい、で入り口に木体いたんで、これは前で通れるかなという感じですね。2にスナイパーが2人置いている状況なんですね。これはこのような形ですかね、2窓と
さん、ミスターゴールド選手、そして BO 選手、おっとここで BO 選手がミスターゴールド選手と打ち合いますが、瀕死になりながらもミスターゴールド選手が打ち抜いていく。さらに2人目連続を切るし、残されたのはこの方47選手なんですが、今スナイパーに見られましたか。見られましたね。さあ2窓、そして井戸持って敵がいる。これはキスか、ついですね、はい、さあ2ポイント選手は EU 軍、 EU 軍というと攻めになっちゃうんですね。そうですね、 NRF 軍の EU ですね、はい難しいですね、はい、ここはもうクラックヘッズでいきましょうか。クラックヘッズで、はい、クラックヘッズが2ポイント目を選手いたしました、はい、さあ陣形はやはり散らばってという感じになるんでしょうか。そうですね、攻めの初動の動きとしては、はい、まあ、やはり散らばってエリア確保していこうという考えですね、はい、今声でバレたと思うんですけど、ここで樽川打ち合う47選手ですが、ここはクワリ選手が打ち抜いていく。さあさらにもう一人 AR 選手がここで食いに行ったんですが、そこをうまくカバーに入るのはミスターゴール選手。さらにスナイパーキンパー選手が AR 選手を打ち抜いていき、さあ BO 選手も負けじとサイパス選手を抜いていく。さあさらに後ろからミスターゴール選手仲間が出てきたんですが、ヘッドショット。さあさらにクワリ選手も抜いていく。さあ2オン2まで持ち込む。さあまだまだ分からない試合展開、3ラウンド目で7キル2レスですよ。そうですね、素晴らしいエイムですね。あっとここでシクシー選手がキンパ選手を倒しましたね。さあ残されたスナイパー XY 選手はこの位置、中入ったの気づいてないですかね。音は聞こえてるので荷側に進行は気づいてるんですが、設置まではまだ確定ではないので入り込めないという状況でしょうか。はい、これは台湾は設置をせずにもう相手を殺そうかと、はい、パラ拾いましたね、作戦じゃないですかね。しかし設置入りましたね。おっと決め打ち、ここは気づいてる。さあ貫通、弾が12発しかなかったのでこれでリロードに入る。台湾チームの HP がもうないですね、はい、シクシー選手が赤点だったので一旦身を引いてから、さあ残り30秒、そろそろ死亡設置に行きたいところなんですが、シクシー選手がここでエクスライ選手のプレッシャーにより設置までいけないか。さあ1側設置と思いきや、ここ2側設置、さあ設置を聞きつけ2側に進行。おっとこのダメージは大きい、おっと素晴らしいですね、はい、シクシー選手が倒していき2対2。本当ヘルスがない状態であそこ顔出すのって本当勇気がいるんですけど、はい、しっかりと頭に当てましたね一発、はい、さあポイントマンの DP 選手、はい、今度詰めてますね。とさらに詰めていたのはクエリリ選手。さあクエリリ選手とスイッチングするようにミサゴールド選手ですね、はい、しかし SR で抜かれましたね。さあここでキンパー選手が展開が早い、台湾チームもう入ってますね。 AR 選手を抜いていき、おっとただし入り乱れている。さあ47選手がここでサイパス選手を抜いていきや1側に固まった状況。さあここを打破したいのはこの方、おっと裏を取っていたんですが、それを気づいた BO 選手瀕死になりながらもクエリリ選手を倒していき、さらにキンパー選手を抜かれしまう。展開が早いですね。早い。さあ台湾チームがここで1本敵を殲滅し3対2の状況に、はい、リオ選手9の2です、はい、素晴らしいですね。パラが多いんですかね台湾チームは。もっとここでドラムパンとりあえず割っておこうと、はい、ここ危険なんでね。キンパ選手見てください、そうですね、近進んでます、進んでますね。しかし進行、素晴らしいエイム、ヒュッとできた DP 選手を、もう一人抜いたから俺は帰るわと、はい、あっとしかしその間にビオ選手がここでミスターゴール選手を抜いていく。あさらに続けてサイパズ選手が47選手を抜いていき、さらにスナイパー AR 選手がそのクエリ選手を抜いていく、さらに XI 選手も抜かれてしまう。さあ3-4-2、パラ持ちましたね、はい、1側を取られてことに気づき2側じりじりと1側に近寄るんですが、はい、ここでシクシー選手が設置に入り、 BO 選手そして AR 選手がそこを囲むようにキープと。
さあ仲間スナイパー同士の打ち合い、ここはいや、キンパ選手 AR 拾ってたんで、あ、これはどうなるか、ここは AR 選手のスナイパー1枚寄せてた。さあしかしサイバーズ選手がここで打ち合う、あっとナイスエイム、素晴らしいエイムですね、はい、これラストサイバー選手を抜いていき4対2、はい、台湾若干のリードこのまま逃げ切れるか、しかしそれを待て待てと追うのは EU、 こっちかを制圧しましたね、はい、この位置は強いですね、この位置本当強いんですけど、春で5発ぐらいは、あとその間にこれ X ライス選手が AR 選手を抜いていき、ちらっと近川出ていった敵と打ち合う、なんとか必死になりながらも47選手がここでサイバー選手を抜いていく、はい、あそこ強いんですけどね、 あそこで打ち合ってしまうと樽でゴロゴロゴロってなっちゃったりする場合があるので、うん、出れなくなったりする、ね、そうなんですよね、攻め側 EU はもう1ポン前に来てますね、はい、さあミスターゴールド選手とエクスライス選手はワイン前、おっとグレーを触れてしまったのはクエリー選手、台湾側しっかり1ポン内守ってますね、はい、さらに仲間から挟み込むような形で 6C 選手があーっと入っていた、しかしバレていた、はい、ミスターゴールド選手がここで 6C 選手を抜いていき、おっとここで激しい打ち合い、ツーオンツーですね、うまい、今の反射速度、ゴールド選手素晴らしいですね、はい、さあもうあとはポン内になりながらもここキンパ選手がおっと生きていたんですが、さあキンパ選手が後ろからリオ選手を、素晴らしい、このヘルツですよ、はい、1ミリです、1ミリ、いや、言いは素晴らしいですね、はい、連携が今の本当に良かったと思います、さあここで早くもそうですね、はい、あとここ気づけないですね、 DP 選手がいい位置に入っていた、近川クワリス選手を抜いていく、さあこちら X スライス選手の下、あっと樽側に乗っていた47選手、47選手、はい、はい、すっごい反応でしたね、はい、もう見えませんでした今 X スライス選手ですか、はい、この方と、キンパ選手、はい、もう本当に2人でガンガンいけるようなっていう情報が入っているので、なるほど、今のも素晴らしいドラッグですね、X ライ選手、しかし C4 がここは敵に固められている、 C4 ダウンの発見の、これ発見されてますね、バレてますね、バレてますね、もう完全にもう固めてますね、 C4 を囲むような形で NRF がその C4 を守るような形なんですが、これはもうエックスライス選手がどのようにしていくかですね、はい、さあこれサイパス選手も後ろから、これ地下ですね、 C4 落ちてるのが、あ、地下なんですか、地下ですか、あ、どうだ、上表、あっとここは封印出てきた、シクシー選手がラストスナイパーのエックスライス選手を抜いていき、5本目も選手していきました、台湾、はい、これあれですね、キンパ選手とエクスライス選手がしっかりと抜いていければまだ全然 EU 側にもチャンスあると思うので、はい、そうですね、さあここで 6C 選手がキンパ選手を抜いていく、スナイパーがダウン、さあ残されたのはエクスライス選手、さあその間にここで前に出て、まあやはりこの位置、そうですね、この位置やはり強いの で、ね、まあ、あとは音が聞こえるっていうのが結構いい点ですね、はい、まあ、今報告としても、1枚にいるっていうのは入ってると思うので、はい、さあここは1階段に敵を発見したので UAV を使って、 UAV 取れた、取りましたね、ここでクワリー選手が UAV されてしまったので一旦引きます、さあその間にスイッチングしミスターゴロ選手が1中前に出てくる、おっとここでミスターゴロ選手が抜いていく、はい、さあさらに47選手も抜かれてしまう、さあここで1ステップを守るのは DP 選手、やっとチラッと後ろチラッとだけ見せるエロいですね、はい、これですね、さらにこの間にやっと 6C 選手が抜いていくんですが、
ここはクワリー選手がうまく対応し4対5連携でしたね今の。さあ素晴らしいシーソーゲーム、まだまだ展開がわからない。いや本当にいい勝負です。はい、ちょっと不調なのかキンパ選手に見ていきたいです、ね、そうですね。このまま西間に上がるんです、ね、さあクワリティ選手はクワリ選手が DP 選手ですね。はい、DP 選手を抜く。さらに47選手がミスターゴール選手を抜いていくスナイパー、こちらも EU あれなんですね、ニスナ対戦なんですね。そうですね、はい、はい、ニスナなのでもっとどんどん勝負していった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、おっとこの細いところを打ち抜く。さあしかし勝負しなくてもあれですね、反射速度でカバーするっていうですね。6選手が1人を抜いていき 3-on-3。 さあスナイパー2人、この2人のスナイパーがどう動くか。 C4 キャリーのサイパーズ選手は X ライス選手が単独行動ですね。はい、 6C 選手はどこにいるんですか。あっとこれは見られていた。あ、地下ですね。地下ですね。これまたここはあっちゃあっと素晴らしい、サイパー選手気づいていたんですがヘッドショット。 C4 ダウンは行きましたか。軽抜き軽抜き、気づいてないですね。はい、さあ残されたのは現在スナイパーキンパ選手。はい、今地下ダッシュで下がったのでキンパ選手は多分地下下がったなと聞こえてるはずですね。はい、これ前出てくるのとあと SR 挟むのとで、うわーナイスショット入りましたね。入りました。ただしかし赤点がついている。さあこの状況1人抜いておきたい状況ではありますけども、はい、即設置に入りましたね。即設置でさあすぐ目たかれてます入り口。はい、もう上がってくる前提で待ってる。半身でチラッとフェイント。さあここに置くのは置いていたんですが、ここはドアの壁抜きですね。ここは解除ができるでしょう。ということは台湾がリーチをかけました。はい、さあしかしここで負けるわけにはいかないクラックヘッツ。いや EU 側なかなかちょっと攻めれてないというか、そうですね、攻めきれてないという、はい、その前にやられちゃってるので、はい、しっかりとそこ対策したいところですね。はい、さあ早くも AR 選手がスナイパーこちらですね、西満まで詰めている状況。はい、さあその西満にはスナイパーが2人、じりじりと X ライ選手が AR 選手の距離がうんと縮めかどうだ。おっとここは一旦引く。さあキープですね、長年の勘というやつですかね、今気づいたんですかね、はい、今度はあっと素晴らしい。しかし X ライ選手一度回り込んだんですが、ここは AR 選手しっかりと置いていた。おっとグレを食らってしまう。ここはキンパー選手が投げたグレを食らってしまったが、 AR 選手なのに SR 持ってるんですね。そうですね、はい、さあこの間に 6C 選手が西満、キンパー選手は赤点をつけていき、さあここで打ち合う。クエリス選手がここで 5AR 選手を抜いていき、さあどうだ、 6C 選手が打たれてる。さあその間に C4 キャリーだった、ここでミスターゴロ選手が抜かれてしまい、これは C4 ダウン。バレてますね。バレましたね。さあ残されたのはクワリ選手なんですが、ここは壁抜き、あーっと素晴らしい。さあラストラウンドを取ったのは台湾、台湾チーム EO 選手とですね、はい、HQ e スポーツクラブの台湾が勝利いたしました。まず1マップ目は台湾が勝利ということで、はい、ナイスゲームでしたね。ナイスゲームというか、はい、BO 選手とですね、AR 選手と 6C 選手ですね、はい、のエイムはもう本当に素晴らしいですね。素晴らしいです。